サンシモンダコスタは、スペインガリシア州、ルーゴ県のテーラチャで生産される、牛乳を原料としたチーズ。セミハードタイプに分類される。スモークされており、癖もなく、食べやすく、コーヒー牛乳に例えられる、香ばしい甘みが特徴。独特の形状も、また特徴の一つ。いつごろ生産が開始されたかは定かではないが、伝説によるとしながらも、 紀元前3から2世紀頃に発生したカストロ文化に起源を求める公説が紹介されている。以降、現代へと受け継がれ、確認可能な文献への登場は19世紀、広く知られるのは20世紀初頭まで待たねばならなかった。チーズの名称として、サンシモンが登録されるのが1991年で、スペインのドゥには、兄弟のサンシモンダコスタとして1999年に、 登録され、2008年には欧州連合の DOP にも登録された。2013年現在で年間400トンほどの生産量である。ルーゴ県の以下の市が DOP で許可される産地として挙げられる。牛の品種も限定される。文献及びで示されるサイズと重量は2種類あり、それぞれ可表の通り。表中のセンチメートルはセンチメートル、G はグラムを表す。 ありがとうございます。